今日私作るキューブ寿司、まあキューブっていうから四角い寿司ですよね。それで、今日長崎から来たアナゴを使って作りたいと思います。キューブって、真四角の小さいキューブの形。今そうですね、アナゴを、アナゴの骨を焼いた骨と一緒に取った出汁に醤油、酒、みりん、そういったものを入れて地を作った上でボイルしてます。ご飯の中、シャリですね、シャリの中に椎茸の佃煮、キューブ寿司を作る工具です。まずね、これを立体的にしてこの中に、ご飯を詰めていくんですね。先ほどしたいきますね。この状態で型を抜きます。こうすることによってキューブの型ができます。これが今日先ほど煮たアナゴです。層を作りたいと思います。今からきゅうりとミルフィーユのようにとどめに、漬けのウニが乗っているんで、もう醤油をつけずにそのまんまいただけます。キューブアナゴの寿司です。かわいいやろ。なんかそうやね、ここ最近ニューヨークでは伝統的な寿司より逆にちょっと変わった寿司、そういったものが人気があるっていうのは、決してその江戸前寿司だけが寿司じゃないっていうふうには捉えてると思います。これは千葉の銚子から来た金目鯛ですね。今日この魚は手まり寿司に使おうと思っています。今日は手まり3つ考えてるんで、手まりはやっぱし華やかな方がいいんでね、一つだけやったら寂しいから。形からよく日本では手まり寿司をお祝い事、子どもの日、七夕、おひなさん、そんな時に使われるんですよ。金目はやっぱしめでたい お魚っていうことで、よくお祝い事に使われるでしょ。使われるんですよ。お寿司ということであえて金目を選んだっていうことと、では皮目だけを炙りたいと思います。腹の部分やからもっとね、油が乗って美味しいですよ。香ばしくなって、だいたい手まりって本当は一口で食べるサイズなんですが、これをぐっと丸めて丸くします。この上にですね、層にしたいんですが、これで型ができると外します。今日2個目の手まり寿司を作りたいと思います。これはですね、鹿児島から来た渋鯛、水揚げされた場所で消費してしまうんで、豊洲とか中央市場にはあまり卸が出ないっていうように聞いてます。だからすごい高級魚ですね。今日は手に入ってラッキーです。身が締まった魚なんで、ちょっと歯打ちをしますね。ちょうどいい一口サイズになりましたね。これにですね、可愛く色合いで、上に今日3個目の、手まり寿司、ホタテを使って作りたいと思います。ホタテをこの花のように、手まり寿司の渋鯛、金目鯛、ホタテになります。どうぞ。
召し上がってください。今日の毛ガニは北海道から来ました。ほんで今日これをですね、変わり寿司っていうんですかね、変わり寿司言うたら、まあ、名前の通り普通の伝統の何やろ、江戸前寿司のあの型ではない、私が教わったお寿司は、まあ、江戸前寿司でトラディショナル伝統的なお寿司を習いましたが、私自身がどっちかというと、まあ、さっきも言ったように大阪人なんで、やっぱりちょっと変わり物が好きなんで、そういう意味では自分が作る変わり種の、まあ、寿司っていうのは自分にすごく性に合ってると思います。私がいつもメニューを考えるときに書くスケッチですね、まあ、こんな感じで書きます。これが常にまた考えるときに、今日作ったカニとアボカド、これはねケーキのパテケーキとかのやるやつですね、スパチュラ、取りやすいでしょ、美味しいです。今日ちょっともうこれ時間かかるんでちょっと手伝ってもらいます。うち のキッチンでやって仕切ってもらってるションです。私昔から結構ね言われるのが、姉御肌、ね、仕事をやってて大変な部分はやっぱり自分一人では全部できへんから、うちにいるスタッフにそれを教えないといけないし伝えないといけない。キッチンの子は私が望んだものを作ってくれてるんで満足です。ちょっと大丈夫そうかな、綺麗に上がってます。で今日先ほどほぐした毛ガニですね、毛ガニをこの中で巻きたいと思います。これ下にねシャロットとわさびの、マヨのソース、シャリを丸くした上にあられ、ブブあられをつけてあげてます。それをこの上に王冠のように乗せます。私実は今この寿司シェフをやってますけど、もともと服飾のパターンナーなんですね。まあパターンナーいったら型紙を取る人ですね。アボガドと、毛ガニの変わり寿司になります。まあこういう時に過去の私の仕事パターンナーの仕事が役立つんですね。センチバッテラ寿司はね、肩にはめて作るお寿司ですね。あ、今日来たこのサバは宮崎から来ましたヒムカホンサバ。本来このサバは養殖のサバなんですが、サバを養殖するにはすごく難しいんですが、この宮崎のヒムカの方で、できたサバ、かなり天然に近いサバですね。いやでもファームってめちゃめちゃ多いやん正直。だからそういう意味ではそのファームが決してあかんとは思わへんねんな。私が思うにはですね、まあ、天然物の魚をもちろん、お客さんも望み、寿司屋の方ももちろんそれが、ありがたいんですが、まあ幸いにもやっぱし日本は災害が多いんですね。その災害があることによって供給があまり良くないんで、そういう中で今漁業の人が、養殖に力を入れて、私らにとってはすごくありがたい。すごい腐敗するのが早いんですね。それで腐敗するのが早いので塩で締めて酢で締めないといけないんで、まあ大体まあに両方塩と酢で締めたとして、まあ、2時間近くはかかるんで、今から先にしたいと思います。バッテラ寿司に使用したいと思います。バッテラ寿司はどうできたかというたら、まあ発祥は大阪なんですよ。明治時代ですね、大阪湾ではこの城っていう魚がすごく大量に取れたんですよ。それを寿司屋の大将がこの安く仕入れたこの城をどないにか寿司にして食べたいというので、ご飯の上にね乗せてした形が、ボート小舟に似てたんですよ。その小舟に似てた
言葉がね、その当初、ポルトガルとの貿易がすごい盛んだったんで、その言葉を取ってバッテイラ、それをゆくゆくバッテラというように名付けたらしいんです。さすが、まあ、大阪やからハイカラなことしますよね。なかなかほんま綺麗なこれで、これ冷やしていたお酢なんですが、うちでは有線の赤酢を使ってます。で、色が変色してますよね。先ほど酢に湿ることによって色が白くなるんですね。肉質はお酢によってちょっと締まりが良くなったかもわからないですね。これね、お腹の骨が、頑張らがあるんです。これを先に取ります。次に皮をめくりたいと思います。これをさらに開きます。平らにするように開きます。まあ、押し寿司自体そうなんですけど、先に魚を置いて、あと寿司飯を置いてひっくり返すんですけど、これを逆の工程にしてしまうと、押す力が魚に 上に置いてしまう、最後に魚を置いてしまうと、その押す力で魚が潰れてしまうんですよね。型を抜きます。これをひっくり返します。あとはこれにバッテラの場合は白板昆布をこの上に乗せて切る。これが白板昆布です。白板っていうぐらいだから、これはなぜそのバッテラによく使われるかというと、まあ昔その時代には冷蔵庫がなかったから、保存方法として乾燥から防ぐために昆布を乗せたり、あと風味付けで使われるんですね。私ね、こう見えてね、今寿司やってますけど、子どもの頃生もん食べられへんかったんですよ。だからそういう意味では子どもの時で初めて食べれた寿司がバッテラですね。じゃあ今日ご要望に応じてお好みを作ります。ではただいまより私の生がいがついたショータイム。結構ね、野菜具だくさん多い方が私は好きなんで、今日はね、イカにホタテに、シーフードミックスを焼きたいと思います。エビですね。でここに卵、あ、大阪のお好み焼きはね、混ぜって言って、具と生地ですね、それを全部混ぜて焼くのが、私にとってはお好み焼きはソウルフードって言っていいですね。子どもの頃から、ちっちゃい時からそれが当たり前のように食べてたんで、もうめちゃめちゃ身近で、外でも食べに行けれるし、大阪はほんまに今日は晩ご飯お好み言うて主体になるぐらいもうポピュラーなんで、そういう意味では。はい、出来上がり。ここで落としたらどうしよう。大阪のやり方でいきましょうか。じゃあ、ほんだら私が先に毒味します。大阪恋しいね。このコロナになってからやっぱし帰られへんからね。愛してるよ、うちのお姉ちゃん。私もちょうどこの間の日曜日に、まあこの間57歳になりました。私はまあね、ここでヘッドシェフで働いてますけど、まあこんな言い方したらあれやねんけど、私もそこそこええ年なんで、もうこれをニューヨークで最後の仕事っていう気持ちでこの、まあ、ヘッドシェフをさせてもらってます。で、寿司をするようになってかれこれ、そうやね、19年ぐらいになりますかね。まあ考えたらもうあっという間に19年経ちました。